はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、ローソンストア100という100円ショップで、購入しました、ストロング9ドライです。中杯ですね。糖類0、プリン体0、着色料0、アルコール度数が 9%。これはサンガリアという会社ですね。有名なね。原材料名がウォッカと炭酸と酸味料と香料。甘味料は含まれてなかったんで買いました。多分、感覚として多分まずいと思います。はい。おそらく多分まずいと思います。こういう類のね、やつは大体まずい。大体まずいな。大体まずいんですよ。こういうなんとかドライって。いうやつはね。それでは乾杯。あれ意外と美味しい。まさか意外と美味しい。なんかレモンっぽい風味。レモンの酸味とライムの酸味かな。そこら辺がしますね。で、大体こういうのってえぐいんですけど。いや、えぐくもないですね。うん。まあ、意外と美味しい。思った以上に美味しい。大体クソまずいイメージなんだけど。日本サンガリア。サンガリアね。あ、若干食塩が入ってる。食塩相当量が 0.03g って書いてある。値段が100円だったな。でもまあ。わざわざこれを買う価値があるかっていう話なんだけど、多分ない。うん。ただ思ったほど、サントリーの、ドライ系のやつ、ああいうのはね、えぐいんですよね。なぜかえぐみがあるんですよ。でもこれはないんですね。結構スッキリしてる。まずさみたいな、えぐさはないですけど、ただこれをうまいと言っていいのか、という問題がありますね。サンガリア、ストロング9。ストロング9ドライ。ああ、あったあった。食事に合うドライでスッキリした飲み応えが特徴です。まあ、これを買うんだったら気は絞りだな。ローソンストア100で売ってる、うまいチューハイ。キワシボル。あれ、美味しいんだけど、アルコール度数が大してなかったりするんだよな。やっぱ、あんまり美味しくはないですね。まずくはない。だけど、これもまた難しいあれだな。甘み。
まあ、ないですね。香り。まあ、買うことはまあないでしょうね。1233です。ご視聴ありがとうございました。